天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出して番をさせた。クロードの力比べが始まった。忍び寄る。クロードは相手の陣に怨霊を解き放った。光すら届かぬ闇の内から悪鬼の杖が静かに立っておられぬほどの深手を負った。助かった、助かった。天敵も天敵もさ、ビッグパス。相手の陣を妨げるべく御霊守を押し付けた。我が玉を収められないとクロードは気づいた。闇ガラス。クロードはその身に恐るべき呪いを受けた。地獄に落ちろ。まだ行くでない。行くぞ。クロードは信じた。この呪いが己を勝利へと導くと。もう一組が火の少量を目覚めさせた。ひやりとした風は怨霊が近くにいるという証だ。
一組はクロードは大御霊守を呼び寄せた。クロードはかろうじて生にしがみついた。クロードは臆することなく再び立ち上がり、みっぽどな大御霊守を前にしてクロードは目論みを変えるほかなかった。角笛が鳴り響き、悪鬼たちを呼び寄せる。まだ行くじゃない。たけだけしい大風のごとく、クロードはもう一組が勢いを増すにつれ、こちらの望みは絶たれつつあった。光すら届かぬ闇の内から悪鬼の勢が静かに忍び、行かれる鬼の大群れが再びクロードに襲いかかり、再びクロード、もう一組の戦いはしまい際だ。どこからともなく恐怖の化身が姿を現す。火の少量がクロードに狙いを定めた。ついに最後の敵の一匹が倒れ伏した。守護神は喜び勇んだな。お前は頼りになるな。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。どの伝説をお聞きになりますかな。天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出して番をさせた。英雄の力試しが始まる。どこからと
伴うヒヤリとした風は怨霊が近くにいるという証。クロードが怨霊を目覚めさせる。クロードはもう一組に身の毛立つ呪いを送った。怨霊が忍び寄る。クロードは相手の陣に怨霊を解き放った。相手を止めるべく御霊守りを差し使わした。おびただしい数の影が迫り来る。御霊クロードが相手の呪いに縛られた。クロードの相手は呪いに縛られた。クロードの呪いがもう一組を懲らしめた。クロードは相手の天から高笑いが響く中、クロードは相手に呪いをかけた。まだ行くでない。火の少量がクロードに狙いを定めた。怨霊が迫り来る勢を前にして、クロードは御霊守りを召し出した。この世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現れた。撃ち死ねるマナカ。まだ行くでない。男にはクロードに斬られ倒れた。鎌の前の稲のごとく。撃ち死ねるマナカ。おびただしい数の影が迫り来る。クロードは群れをなで斬りにした。しかし次の群れが迫りつつある。この敵の群れに果てはないのかと疑いを抱くほどであった。案じるな今助ける。もう一組守護神の悲願は果たされた。クロードは力比べを制し誉れを手にした。悪いね。
対馬を守ったクロードの話お聞きください。どの話でも語りましょうぞ。さすがの目利きですな。天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出してバンをさせた。クロードは己の灰の匂いとクロードが怨霊を目覚めさせる。守りを差し向けて相手の歩みを鈍らせる。クロードはもう一組に身の毛立つ呪いを。クロードはその身に恐る大御霊守りがあなたの法の法を防いで地の底の最果てから邪悪なる者がじりじりと這い出した。
かぬ闇の内から悪鬼の勢が静か。もう一組がクロードに空恐ろしい呪いを浴びせた。いや助かった。まだ行くでない。一死を報いようと奮い立つ鬼を、もう一クロードはもう一組めがけて呪いを放った。御霊守を味方とし相手の陣に送り込んだ。たけり狂う鬼の勢がついに姿を見せた。クロードを地の底に取り込めるつもりなのであろう。もう一組は襲い来た大群れを一匹残らず切り伏せ、地の底の最果てから邪悪なる者がじりじりと這い出した。火の少量がクロードに狙いを定めた。もう一組クロードが鬼に遅れを取ることなどない。クロードは灰の匂いとムクロの匂いが荒々しい鬼の一面前へ前へと手繰り寄せ、クロードは鬼の大群れを全て退けた。元の呪いは相手に光すら届かぬ闇の内から悪鬼の勢が静かに忍び寄る。ひどい敗北を喫し、八幡の怒り、対馬を守った。どの話でも語りましょうぞ。始めましょう。天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出して晩をさせた。
英雄の力試しが始まる。クロードが本領を目覚めさせた。狙いを定めた。クロードの相手は呪いに縛られた。八幡の怒り、相手の放った恐るべき呪いがクロードを苦しめる。たちの錆びとなれ、まだ行け。天から高笑いが響く中、クロードは相手に呪いをかけた。闇の内から悪鬼の杖が静かに忍び寄る。どこからともなく恐怖の化身がその一死を報いようと奮い立つ鬼を、もう一つの組が今か今かと待ち受ける。恐ろしい呪いがもう一組を襲う。迫り来る勢を前にして、クロードは最後の時まで抗うことを誓う。この敵の群れに果てはないのかと、もう一組が勢いを増すにつれ、こちらの望みは断たれつつあった。金を追ったクロードは地面に倒れた。鬼はクロードに斬られ倒れた。鎌の前の稲のごとく。ここで撃たれてなるもかたじけない。どこからともなく恐怖の化身が姿を現す。別の戦場では敵の最後の一匹が、今まさに切り伏せに狩れる鬼の王クロードが恐るべき呪いを受け、守護神が憤る。光すら届かぬ闇の内から、
末期の勢が静かに忍び寄る。守護神の悲願は果たされた。クロードは力比べを制し誉れを手にした。この借りは返し、ゆるりと伝書、どの伝説をお聞きになりますかな。痛ましい話ですぞ。天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出して晩をさせた。クロードは己の力量を試す。恐怖の化身が姿を現す。クロードは相手の陣に怨霊を解き放った。相手は呪いに縛られた。感じるな、今助ける。クロードが怨霊を目覚め、火の少量がクロードに狙いを定めた。ヒヤリとした風は怨霊が近くにいるという証だ。まだ行くでない。
クロードの呪いは相手に大きな痛手を負わせた。クロードはその身に恐るべき呪いを受けた。このクロードはもう一組めがけて呪いを放った。クロードは大御霊守と結び相手の触りとした。鬼を黒たけり狂う鬼の勢がついに姿を見せた。クロードを地の底に取り込めるつもりなのであろう。とこしえにおびただしい数の影が迫り来る。弱い鬼との戦いで危なげなく功を収めた。鬼はクロードに斬られ倒れた。鎌の前の稲のごとく。どこからともなく恐怖の化身が姿を現す。イカれる鬼の大群れが再びクロードに襲いかかり、もう一組が火の少量を目覚めさせた。光すら届かぬ闇の内から悪鬼の杖が静かに忍び寄る。感じるな、今助ける。鬼だ。恐ろしい呪いがもう一組、ついに最後の敵の一匹が倒れ伏した。もう一組は敗れ、クロードは勝利の喜びをかみしめる。お話ししたい伝承はたくさんございます。どの伝説をお聞きになりますかな。始めましょう。
天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出してバンをさせた。クロードの力比べが始まった。ヒヤリとした影は怨霊が近くにいるという証だ。角笛が鳴り響き、悪鬼たちを呼び寄せる。クロードが怨霊を目覚めさせる。クロードは相手の陣に、よそもう一組が火の少量を目覚め、恐ろしい呪いがもう一組を襲う。相手の放った恐るべき呪いがクロードを木の底の最果てから、邪悪なる者がじりじりと這い出した。怨霊クロードが恐るべき呪いを受け、守護神が憤る。クロードは相手の陣に向けて、恐るべきクロードが相手の呪いに縛られた。奮い立つ鬼を、もう一かけり狂う鬼の勢が、ついにクロードは恐るべき呪いをかけた。おびただしい数の影が迫り来る。アンドロナ、今助ける。
フロードが鬼に遅れを取ることなどない。火の光すら届かぬ闇の内から悪鬼の勢が静かに忍び寄る。クロードは群れをなで斬りにした。しかし次の群れが迫りつつある。クロードの眼はぼやけ始めて、火の底の最果てから。じゃあもう一組の戦いは姉妹際だ。勝利を収めるのは果たしてどちらか。まだ行けてない。クロードの呪いは相手に大きな痛手を負わせた。ついに最後の敵の一匹が倒れ伏した。もう一組は敗れ、クロードは勝利の喜びをかみしめる。